はい、こんにちは、グリードです。僕は普段 Xbox のコントローラーを使って Apex の方をやってるんですけど、今回は、じゃじゃん!なんかちょっと白飛びしてあんまり見えないかもしれないですが、3COINS さんのワイヤレスゲームコントローラー。ちなみに全く案件ではありません。まず皆さん 3COINS 知ってますよね。100均より少しいいものが売ってる雑貨屋さん。まあ大体300円が中心なんですけどね。まあその雑貨屋さんから、発売されてるコントローラーです。価格税込み2750円。ね、最近PS5 のコントローラーとかもう純正で、まあ、円安の影響もあるけど1万円超えが今後予想されるとかね言われてる中、2750円、めちゃくちゃ安い。ちなみに、箱から出すとこんな感じですね。今回新色のブルーかな。ちょっと今回こちらを使って Apex やっていきましょうか。本体こんな感じになってます。非常に見た目はね可愛らしいコントローラーで、でこのコントローラー、まあスイッチ用なんですよね、もともと。でもPC 版でも使えることを確認できました。スイッチのゲームを投稿してる配信者さんは結構このコントローラー取り上げてたんだけど、まあ FPS ではねやっぱり全然取り上げてる人いなかったので、まあ今回やってみようかなっていう。でこちらタイプ C がついてます。ケーブルは見た目は非常に可愛いんですけどね、まあそのゲームメーカーじゃないところが作ったコントローラーがどんなもんかっていうところですよね。若干この滑り止めも贅沢についてます。まあ裏面はねまあ質素な感じだけど、まあそこしかない、2700円だからな。僕はスイッチのコントローラーちょっとあんま持ったことがないんでそこは比較できないんだけど、まあ全体的に軽いなっていう印象ですかね。ボタンはかなり硬いです。これ触ってる感じ、トリガーもその押し込みの強弱とかなくて、ほんとボタン式で、うん、まあ硬いなっていう印象かな。スティックは思ったより結構滑らかに感じるかもしれない。あんまり他のコントローラーと大差がないような、まあそれ言い過ぎかもしれないけど結構滑らか。僕が持ってるコントローラーがちょっと Xbox なんであれなんですけど、まあ大きさ比較というか比較するとこんな感じ。まあ割と大きさはそんな変わらないかな。厚さとかも、うん、そんな変わらないというか、あれなんか下手したらこっちの 3COINS の方が大きいかもしれないね。ではちょっと射撃場の方で触ってみようかな。そうですね。ああ、なるほど。なるほど。ちょっと待って、いろいろ触っていいかい?いいんでしょ?LB ボタン。Y ボタン。あ、そうか、これ、スイッチコンだから、ここが X なのか。はい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 。ふむふむふむ。スティックに関しては、思ったより悪くないかもしれない。うん、ほら。でももちろんなんだろうな、 PS5 や Xbox とかの純正と比べるともちろんなんかカクつくというか大まかな入力しか存在しないような感覚はするけど、まあ近距離だったら割といけるかもしれない。でね、なんだろう、スティックの高さかな、なんかねスティックの高さが短いような気がする。なんか倒すとすぐね、この限界値まで達するというか、倒した瞬間すぐ突っかえる感じがするね。多分短いのかな。でね、今、Apex のあのリニアのデッドゾーン0使ってるんだけど、全く動きません。視点が。で、あれ、スティックドリフト全くないんですけど、これ、紙コントローラーかもしれん。まあ、多分デフォルトでデッドゾーンがかなり入ってる可能性ありますね、これ。エペのリニアで全く動かないんだけど、これすごいぞ。いや、ボタンはね、かなり硬いよ、これ。うん、もう、チカチ、しっかり押さないと反応しないぐらい硬いです。これは。特にトリガー部分ね。うん、でも、これが2700円ぐらいって考えたら、かなり全然いいんじゃない?あと、その FPS じゃなければ、いわゆる PC でも使っても全然いいような感じはするけど、まあ一旦実践行ってみないとわからないな、これはな。よっしゃ、やっていきましょう。カジュアル即折り、戦えるか、これ。よいしょ、よいしょ、よいしょ。硬いから本当にしっかり押さないと拾えないんだけど、これいくぞ。味方キルしてるね。ワンチャンチャンピオン取れたらめちゃくちゃ熱い。まあ普段ね僕膝の上に手を置いてゲームしてるからね、ちょっと難しいねそもそもが。あ、やったやった、気が刺して、よし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 、記念すべき1キル目だ。あとはそこにいんのか、ミサイル撃って当たるね。え、当たるよ。終わった終わった終わった。やってくれ。
ナイス。あ、そっか、僕 Xbox で普段やってるから、この左下にスティックっていうのにそもそも慣れてねえのか。いいぞ、これ味方ワンチャン強いからあるかもしれない。これいた、割った、僕も割れてんなこれ。おお、よし、ナイス。え、これガチである。あとまだいるのかな。いた、当たる。もうあのね、遠距離が当たる気がしないこれ。無理だこれ、絶対無理だ。手前にいるっぽいな。お、割った、やばい、これは死んだ。あー、 2 hours later。 よいしょ、ナイス。ほい、ちょっとね、試合戦闘以外で役に立つためにライフラインにしてきたからね、今回は。よしよし、なんでパンチが出んだよこれ。ナイス、よし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 、いけてるいけてるいけてる。あれ、いけてるぞ。132、結構そのフルオートじゃない方がいけるかもしれんな。ナイスワン。オッケー、ラスト。どこだ、下にいるっぽいな。オッケー、おーっとっと、いけるぞ。慣れてきたのかな、全然普通に戦えてる。ちなみに動画だと最初の試合からですね、2時間ほど経っております。はい、2時間でございます。まあ、僕がどれだけ苦戦したかがね、わかると思いますが、いや、なかなか大変でございましたよ。でね、武器としてはね、エルスターが安定する、なんかなぜか知らんが、他の武器はねかなり難しいですね。いやー、2人もいんのか、無理だこれは。あー、ドンマイです。まさかの蘇生いけた、頼むぜ。残り3部隊と、まあ、相変わらずカジュアルはちょっとお散歩ゲーやな。え、 What？ 無理だろう。オッケー、あー、いいさいいさいいさ。まだ敵来てる、大丈夫か。皆さん僕の苦労が多分わからないと思うんですけどね、いや、ここまでよく操作できるようになりましたよぐらいよ、本当に。今回味方が強いんで結構ありそうだな、勝利。大丈夫か、こっから登れたりする。いけるね。オッケー、タッチタッチタッチして着替えて、よし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 、で別パが来てる言うてるから一旦落ち着こうか。上でやり合ってんな。 OK、 あれ別パじゃないかな、結構削ったぞ。なんでパンチが出る。よしよしやったやったやった、で味方がカバー来たから顔出す。おい、やっと終わった。あー、ナイス、味方が強かったわこれは。いや、使った感想としてはね、なんかパンチが勝手に出ちゃう、出やすい、力んではないと思うんだけど、なんかね、このミニスティックすぐ押し込んでしまうところ以外は割と結構良かったっすよ。 FPS じゃなければ、本当に FPS じゃなければすごいよく使えると思う、十分使えると思いますね僕は。まさかね、これ作った人もこの PC 版のエペで FPS で使うなんて思ってもないでしょうからね。うん。スイッチのプロコンと比べてどうなのかっていうところはちょっと僕はわからないんですが、まあでもかなり十分。これで2750円だもんね。ね、これから円安でどんどんさ、デバイスが高くなっていく中、この価格でコントローラー買えるってなったら全然いいんじゃないですかね、本当に。ということで、今日はちょっと変わった動画でしたけども、よかったら高評価とぜひよろしくお願いします。お疲れ様でした。